はい、今ですね、GoTo キャンペーンという話題になっております。正確には GoTo トラベルキャンペーンという名前らしいんですけども、旅行に行くと要は半額になるというわけでして、それは政府がですね、半分補助してくれるわけです。で、これいつやるかわからないと、まあ、あんまり決まってないという話で、なんか今日かな、8月ぐらいにやるという話が出ました。で、8月ぐらいに始めたら、来年の春ぐらいまでは長い間続けていくという計画だそうです。すごいですね。で、それも、まあ、ぜひですね、大いに期待して、ただ、まあ、いつやるかというのは具体的にはわからないながら、予算がついたということなんで、絶対にやるということはもう間違いないはずです。政府が予算を組むというのはそういうことなんでね。で、まあ、ある程度のことが情報が漏れていて、多分これはそんなに変わらないのではないかと思いますが、まだ確定したことが何も出ているわけじゃありませんので、この動画はあくまで楽しみのものと皆さんも位置づけていただいて、政府からの正式な発表をもとに旅行の計画を立てていただきますようにお願いいたします。それではまずですね、どんな旅行が半額で行けるのかという話をします。まあ、ちょっと細かい話は後でするんですけど、まあ、パパッと聞いてみてください。まず宿泊施設の予約、ホテル、旅館の予約などは全部半額ということになっています。一泊ですね、1万円の旅館だったらば、それが5000円になる。一泊2食付き1万5000円だったら7500円で泊まることができる。嬉しいですね。それから次、こちら新幹線で行く青森一泊2日ツアーというのがあります。まあ、こういうのいろいろあると思うんですけど、あ、ちょうどいいや。じゃあ、ここにパンフレットあります。これ、まあ、ちょっとなくなっちゃったやつなんですけどね。イズクレールって JR 東日本の走らしてるやつあるんですけど、まあ、このお姉さんたちが乗ってるわけですが、イズクレール、やっぱ女の人は電車とか興味ないんだな。なんか電車のパンフレットなのに、電車の顔とかちっちゃい、めっちゃちっちゃいと思うんです。そのことに衝撃を今受けてるんですけど、こういうイズクレールという列車に乗ってですね、まあ、綺麗な海を見ながら、美味しいご飯、インスタ映えご飯食べて、大人のリゾート列車楽しみましょうね、お姉さんというツアーなんですけども、あ、すごいね、全然電車の写真とか、やっぱ女の人って電車興味ないんだな。そんな話ばっかりしてるつもりはないんですけど、まあ、これでですね、例えば小田原駅まで行って、で、伊豆クレールというやつに乗って、伊豆の海岸線に従ってね、これ下田とかそういうところまで行きまして、伊豆の踊り子を皆さんに紹介しました。で、そこで、美味しいご飯を列車の中で食べ、そして下田に着いたらばこういった温泉に泊まってまた帰りましょうと。で、料金がですね、例えばこれですね、2名で、1人頭3万6900円1泊2日でございますということがここに書いてあるんですけど、これですね、3万6900円半額になりまして1万8450円になる。なるということですよ。すごくないですか。ただ残念ながらね、私も残念ですけど、これこの6月で引退することになりましたんで、乗るチャンスはもはや誰にもありません。悲しいですね。まあ、ともかくそういうやつですよ。で、1泊2日のツアーがこのように半分になった。まあ、別に1泊2日じゃなくてもいいはずですけどね、半額になるということになります。で、それから他の例として、はとバス日帰りツアーとなりまして、別にハトバスだけじゃないですよ。ハトバスだけが半額になるって言ったら政府ぶったたかれると思いますからね。何ハトバスと繋がってんだ、安倍友だろうと言われますんで。これは別にどこでもいいんですが、まあ、要は日帰りツアーです。日帰りツアーの例がね、ちょうどここにあったんですけど、これ JR にこの間申し込んだ時のやつなんですが、電車に乗ってね、東京の近郊、千葉方面をぐるぐる乗って回って遊ぶという、ツアーがありまして、2019年のね、お正月に行ったんですけど、まあ、これで、お正月っていうか、まあ、1月だな。ぐるぐる回って、確か1万5000円ぐらいなんか払ったような気がしますけどね。それ千葉の旅というのやったんですが、それが1万5000円だったとすると、まあ、7500円の半額になるというやつです。で、まあ、別にバスツアーでもそうです。例えば日帰りで東京周辺をね、まあ、午後、バスに乗ってドライブするというんで、例えば3000円だったとすると、それが1500円になるとかですね。それから、まあ、他にも、まあ、何でもいいんですけど、バスに乗って富士山行って、まあ、1日で河口湖見て帰ってくる1万円ツアーが5000円になる。まあ、そういう感じですよ。それから続きまして、クルーズですけど、まあ、これもですね、半額になるということ。まあ、それはそんな別に何も説明しなくていいのかなと思いますけど、アスカ2とかね、この間乗ったようなやつあります。これ半額にしてくれるそうです。それから、で、ここからが問題なんですけど、寝台列車やサンライズ瀬戸出雲号などが、どうも補助の対象になるらしいという話です。で、これはなんで寝台列車が補助の対象になるのかということなんですが、宿泊施設の一環として、認識してもらえるそうですね。で、この緑色の丸がしてあるものはね、これはもうほぼ確実に、もう間違いなく割引になるだろうなと、私が個人的に思っているものなんですけど、この丸がついてないものに関してはちょっとまだ不透明なところが多くてです。本当にサンライズが半額で乗れるのか、どうやったら半額になるのかということが、あまりまだちゃんと分かる材料は出てない。で、
まあともかく宿泊施設として半額で乗ることができるとすれば、まあ、それが、ね、例えばサンライズ号を見ていただくと、これがですね、これ特急サンライズ号の切符なんですけども、これ11月になんか九州かなんかから乗って帰ってきた時のやつだな。ソロの料金が、これ寝台料金6480円なんですけど、この寝台料金が半額になるのか、まあ、それとも特急料金と寝台料金と含めた、これが半額になって4050円で乗れるのか、まあ、さらに乗車券もつけたそれが全部半額になるのかは、ちょっとね、それは何ともわからないところなんですよ。寝台料金が半額になるのかどうかってね。まあ、もしなるんだとしたら寝台列車に乗るのはすごく安くなります。で、なんでそれがどうなるかわからないという話になるのかというと、まあ、中にはですね、船みたいなやつもありまして、JR の寝台列車の場合には寝台料金、ベッドを使う料金ってのははっきり分かってるんですけど、まあ、船とかだとね、まあ、中にはそのベッドを使う、やつとその移動に関する金額が一緒くたになってるってこともあるんですよ。まあ、今度は東海汽船にサルビア丸ってのできるんですけど、確かね、船のご案内ってやつがね、どっかちょっと手元にあったような気がしたんだけど、ちょっと今、どっか、あったな。あら、ちょっと待ってくださいね。すみません、皆さんお待たせしてね。確かね、あれ、ここにしまったと思ったんだけどな。お待ちくださいね。よいしょ。はい、そんな大きな衝撃ではないんで、ご心配には及ばないと思いますけども。ですね。あ、なんかこんなのあったわ。あ、これ違うわ。ごめんなさい。全然関係なかった。あったあった。前に乗った時のやつで、東海汽船船のご案内ってのあるんですけど、まあこれを見てもらうとわかるんですが、これ難しいんですよ。宿泊施設との区切りが。根本的にちょっと先に別の話しますけど、割引にならないでってありまして、これ夜行バスはね、割引にならないと。で、これはなぜかというと、夜行バスというのは宿泊施設ではないから、横になって眠るためのものではないということなんですね。で、まあ、それからもっと根本的に言えば、単なる移動は割引にはならないと。まあ、例えばこれ北海道で買った切符ですけど、これはもう列車に乗るだけ、JR と直接結んだ運送契約の証明であるこの乗車券が、4910円を払ったことを証明してますが、もうこれはただ本当に移動するためだけのお金ですので、そういうのは割引とはしないと。で、移動についても割引、交通費が割引になる例っていうのはあるんですよ。これツアーとかで行った場合になるんだけど、多分出張とかのね、利用で半額にしたくないっていう思惑があるのかなと思うんですけど、まあ、そういうやつで、単なる移動については対象外ということになる。で、夜行バスもそれで単なる移動ということなんですよ。で、その話をした上で、まあ、ここに船のご案内あるわけですけども、これ2つ、2種類船があります。大型客船の、まあ、現在のサルビア丸と、それからこっちセブンアイランドってのがあるんですけど、まあ、このセブンアイランドを見ていただくとですね、ここに座席がずらっと並んでます。で、この船は真っ昼間に走るわけです。で、座席がずらっと並んでることから分かるように、これはただの移動用の船なんで、この船に乗るという契約を東海汽船と結んで船に乗ったとしても、まあ、まず間違いなくそれでですね、料金が割引になる、運賃料金割引になるということはありません。で、続きこのサルビア丸なんですけど、これはね、これ夜動いたり昼通ったりするんですよ。で、夜にこれに乗る場合はリクライニングシートとか、それからこの2等和室については、まあ人々が寝るところなわけですけど、まあ、見た目からすると変わらないわけですよね。で、まあ一方でこの特一等室とか特等室とかはもう明らかにベッドがついているもので、これはもう宿泊施設として理解するのが相当であると。で、一等室とかも、まあ、こう布団が敷いてあって相部屋なんだけど、これ宿泊施設なのではないか。この特に等も、まあ、こう、ベッドスタイルの形をしていると。これは寝床なのかどうか微妙なところ。で、これが例えば、宿泊施設として認められるんだとしたら、この二等椅子席は料金は一緒なのに、こっちは宿泊施設として認められないのかとか、まあ、いろんな問題があるわけで、これが一体どうやったら、割引になるのかならんのかということがですね、ちょっと、私も、わかりかねるところでございます。まあ、こんな感じですかね。まあ、ただ多分割引になるんじゃないですか。多分寝台料金だけ割引とかね、それからまあ分かんないですけど、サルビア丸に乗るんだったら、その一等運賃、まあ一等とか、その特二等とか、まあ分かりませんけど、ベッドみたいな性質を持っている、ゴロッと寝転んで快適に行けるような、ところとのなんか差額を割引にするとかが、まあ現実的なところなのかなというふうに、思っております。で、まずはですね、ちょっとこの不明というやつは置いといて、この割引になる例をもうちょっと深く掘り下げてみようと思うんですが、交通費を半額にしたいという話でした。で、ちょっとここにいい例があるんですけど、これはですね、
1972年の鉄道が100周年になった時の記念の鉄道ピクトリアルなんですけど、これ探したらね、あのいいページがありまして、本当はもうちょっとね、あの別のやつを紹介したかったんですが、まあ、例えばあの超高額ツアーにあの申し込むと、します。で、まあ、これはあの GoTo キャンペーンというのは国内の旅行をあの活性化させることですから、海外に金を落とす、税金で金を落とされるなんてそんなバカバカしいことはありませんので、あの海外旅行はもちろん対象外なんですけども、ちょっとあの海外旅行をちょっと国内旅行だと思ってください。まあ、この旅行の内容とかはどうでもいいんですけど、この、昭和47年11月4日土曜日出発予定というダージリン SL ツアーというのがあるんですが、あのまあ、これ行き先がインドだというのをちょっとあの別にしてもらってですね、ここ経費って書くんだな当時はね、まあ、あの旅行代金が、23万9千円分割払い可能と書いてあります。10日間の旅行で23万9千円ですよ。まあ、今のあれからしたらちょっと安いのかなっていうような気がしますけど、でこれですが、このですね、GoTo キャンペーンが 50% 引きといっても、何でもかんでも 50% 引きになるわけではないんですね。でこれは一泊あたり、50% 引きであると、いうことです。だからそうすると、このダージリン SL ツアーが半額になるのかならないのかというのをちょっと計算してみる必要があるわけですよ。でですね、この SL ツアーは23万9千円なわけですけど、23万9千円、こうですね、23万9千円。で、これが、まあ、あの、割るにすると、11万9500円なんです。だから11万9500円を補助してもらえるのか、それとも、この金額には足りなくて一部だけなのかということになるんですが、まあ、これをするにあたってはですね、この旅行が何泊旅行なのかということなんですけど、これは10日間ですから9泊の旅行です。で、1泊あたりの、割引半額のですね、上限が、宿泊旅行の場合では2万円ということになっていますので、今回は9泊しますから、割引の上限が18万ということになります。で、18万円の割引だから、あ、そっか、じゃあこれ5万9000円でいけるのかって、そうではありませんね。あの割引の上限が18万なんですけども、この23万9000円のツアー の、まあ、あの割引半額を計算すると、11万9500円になるのかな。で、11万9500円は、このさっき皆さんにご覧に入れた18万の旅行代金割引の上限よりも下回っているので、このダージリン SL ツアーに関しては、まあ、海外旅行だという点を除けば、あの半額で、参加できるということになるわけでございます。だから、まあ、高額ツアーでもね、あの長い旅行とかでもそんな別に心配することはないんじゃないのかなというような気が今のところしております。まあ、あとこのハトバス日帰りツアーって書いてこれなんですけど、これはですね、日帰りツアーに関してはあの半額、補助というのは変わりませんが、ただあの割引の上限が1万円ということです。で、割引上限1万円というのは、ね、要するに、2万円の、ツアーに申し込んだら半額になるけれども、3万のツアーに申し込んだら、1万円割引で2万円にしかならないということです。まあ、日帰り3万のツアーってなかなかないと思いますけど、まあ、もしあったとしたらあのそれがね、3万があの2万になるだけということなんで、あのそこのところはまあ気をつける必要があるかなと思います。で、まあ、これはね、難しいところなんですけど、ちょっとどうすれば一番あの割引を最大化できるかっていうのはわからないんですが、まあ、これは二重に受け取ることができればそれほど美味しいことはないわけですよ。で、まあ、私がこれはまあ禁止されるかもしれないですけど、ね、されなかったらこれをやるのが一番いいのかなっていう気がするんですけど、あの旅行、ツアー旅行っていうのはあの結構自分でね、旅行会社に注文してあの好きに変えることができるっていう場合があるんですけど、例えば、出発が、ちょっと緑じゃ見にくいかな、出発がね、1月1日だとするじゃないですか。で、まあ本来のツアー旅行であれば、まあ1泊2日であると、出発してこの日にホテル泊まって、で、1月2日に、帰着するというのが、あの、もともとこういうツアーがあるとします。で、あの、これを旅行会社にあの頼むとオプションでね、これ、例えば、1月2日はもうフリーにして、1月3日も例えばフリーにして、1月4日に帰るとかできるわけですよ。で、あの宿泊はこの1泊目だけはつくんだけど、2泊目と、3泊目にはあの宿泊はつかないと。で、当然その分のお金も払わないということがあります。で、旅行会社に払うお金は
1泊2日分だけと、あの1月1日の、行きの交通費とそれからこの日の宿泊費で、2日目3日目は完全な自由で、旅行会社にも金を払わず1月4日の列車で、また帰ってくるということがあると。でこれは一応旅行の行程で言えば、1泊2泊 3泊4日なわけですね。でこれが3泊4日というふうにもし認められるのであれば、あのこれでね、このツアー代金の半額を割り引いた上で、これから自前で用意したあの宿泊施設をね、このあの1月2日と1月3日に、2万円じゃあ4万円か4万円の、旅館に泊まればいいわけですよ。そうすると4万のうちの2万が補助されるから、まあ、補助受けまくりということができるわけですけど、まあ、ただあのどんなにどうやってもあの半額以上にはなりませんのでね、その点はまあよく気をつけておけばいいのかなと思うんですけど、まあ、いかにして交通費をタダにするかっていう感じですよね。もしもフェリーとかがタダになるんだったら、フェリー の, あの上級船数ばっかり乗りまくってればとりあえずいいんじゃないかなというような気がします。うん、まあそんぐらいかな。そうですね、ですね、じゃ あ,、まあ、あのとりあえずこっちの本題の方がいいんですけど、あのこれはじゃあ割引になるのかなっていうのと、なっちゃうのかっていうのと、私が個人的に気になっているものとして、あのオプショナルツアーというものがあります。ですね、またさっきのこのイズクレールというやつにちょっと乗ってたみたいなんですけども、ちょっとこれだとね、どうかなっていうような気がするんですが、まあ、例えばまず、一つ目にこれです。下田の観光名所をめぐるオプショナルプランっていうのが書いてありまして、これはあの本来であればこの列車に乗って旅行する人が、終点目的地のね下田というところに着いたと、でそこから先観光するのにどうしようかなと思った時に、あらこんなのがあるのかというのを見てですね、こんなところへ行けるんだ、これはいいなというふうに考えて、さらにプラス1880円払っていただければ、この絶景のパワースポットリュウムークスと開国の町下田巡りの、観光コースにご招待しますよみたいな、まあそういうふうなことになってるわけですよ。でまあその要は簡単なあのプラスアルファの、現地ツアーなんですけども、これがですね、これ JR の表記なんですけど、OP 単独発売かって書いてありまして、これは要するに、あの、まあ、こう、あくまで、このイズクレールに、乗る人向けのツアーとしてここに書いてあるんだけれども、あの、実際には、これだけで申し込むということもできるんですよ。自分で勝手になんかこのここまで車とかで行って、で、車で、あの、ここに泊まって、これに参加するとかも、まあ、やろうと思えばできるわけです。で、まあ、これであればまだ、あの、安い、日帰りバスツアーみたいな性格があるからいいと思うんですが、中にはですね、このオプショナルツアーというのが、あの、かなり癖物でして、例えば、北海道とかでね、北海道内の、あの、フリー切符をオプショナルツアーとしてなんか売るみたいな、それ確かあったと思うんですよね。まあ、それからあとはね、食事。なんですけど、多分あのね、まあなんか立派なお寿司屋さんがあるじゃないですか。で、旅行会社のオプショナルツアーとして、あのお寿司屋さんで食事をするっていうオプショナルツアーとかあるんですよ。で、そうするとね、あのそれって実質あの旅行会社に金払って、でそれでお寿司屋さんとのやり取りしてもらうっていうものなんですけど、要はただ寿司食べるだけなんですよ。で、それをそれ日帰り旅行で旅行会社を介したハトバス日帰りツアーと同じ区分けってことになると思うんですけど、まあ、例えばね、会社の近くに立派な寿司屋があるとするじゃないですか。で、それがオプショナルツアーで、まあ、例えば3000円で、ね、寿司食べるオプションツアーを旅行会社が売ってるとして、でそれをもうなんか何日分も連続で契約して、毎回毎回会社帰りにそこで旅行をしているという体で、一応旅行契約なんですけど、それで寿司を食べて帰ってくるとかね。それから全然宿泊も何にもしないで、ただ JR 北海道に乗ってるだけなんだけど、一応契約上は旅行契約ということになっているフリー切符、まあ、切符だけをですね買ってきて、それでひたすら乗りまくるとかですね。それからあと東京スカイツリーとか、よく多分ディズニーランドとかもあると思うんですけど、オプションでディズニーランドの入場券を買えますよみたいなのあるんですよ。で、まあ、本来ディズニーランドに行くだけでは割引対象にならないはずなんですけど、まあ、旅行会社が売っているディズニーランドに入場するだけですみたいな、そういうね、現地のオプションツアーに申し込んだら、多分半額でディズニーランドに行けたりとかですね、半額でスカイツリーに登ったりとかできるんじゃないかなと思うんですよね。で、それから、ここにプラッとこだまって書きましたけど、まあ、このイズクレールのやつでもあるんですが、これ列車のプランなんですけど、さっき宿泊をする前提で私皆さんに紹介をしましたが、実はね、宿泊をしなくてもこの列車に乗ることができます。ちょっと、あ、書いてあった、これだ。これですね。小田原から、伊豆急下田までランチセット付きと書いてあって、11,600円と書いてある。まあ、だから、小田原からね、まあ、神奈川県から伊豆半島の南まで列車に乗ってご飯食べると、11,600円なんですよ。で、これは、
まあ、一応旅行の商品というふうな形で売っているわけなんですけど、単なる移動という性質も含まれるわけです。まあ、食事出てますが。で、新幹線の中にはですね、もう東京から名古屋までただ行くだけの旅行商品とかあるんですよね、格安で。で、そのただ行くだけの旅行商品を申し込んだら、それは、これ一応ね、日帰りツアーというふうな契約なんですよ。片道で帰ってくることがないとしても、それも別に旅行契約としてありなんで、出発地点と到着地点が違う日帰り旅行ということで、契約上成立するんですけど、そういうただ移動するだけの、旅行ツアーみたいなやつは、半額になるのか、その実質交通費を割引いてることになるんじゃないのかなという気がするんですけど、まあ、それがどのようになるのかというのは気になる点ですね。まあ、特に私は寿司、まあ、家の近所にある寿司を毎日毎日ただひたすら食べるだけということが、GoTo キャンペーンで、ね、全く旅行しないのにできるということになるんじゃないのかなというようなことをちょっとね、今、まあ、気になってるんですけど、まあ、それはそれで寿司屋が儲かるからいいのかもしれませんし、まあ、他にもですね、旅行会社ってね、めんどくさいんですよ。もうなんか過去の時代のものなんじゃないかなって思うぐらい。もうこうやって手元でね、このこと言ったら旅行会社に申し訳ないんですけど、旅行会社の店舗なんかは特にそう、まあ、これ旅行会社のためにもなると思うから言ってきますけど、もうなんか予約はね、ネットの方が早いんですよ。旅行会社の店舗行って、まあ、なんかじゃらんとかでね、30秒で予約できるホテルの予約を、もうなんか20分とか30分とかかけて、ずっと書類書いて予約したりとかですね、JR の切符買うにしても、もうこうやってなんかこう、駅ネットとかでね、EX 予約とかでまたもうなんか1分ぐらいで買えるやつを、旅行会社に行って、もうなんか10分とかかけて買ったりとかいうことがあるわけですよ。で、旅行会社側もね、多分そういうのね、うんざりしてて、もう旅行会社の公式のウェブサイトを使ってネット予約してほしいんじゃないかなと思うんですね。で、GoTo キャンペーン始まったらね、絶対旅行会社の店舗混むと思うんで、インターネットでの予約に慣れておいた方がいいですよ。クレジットカードを作るとかね、やっとくと便利かもしれないですね。これは旅行会社の方もそれ聞いて、ああそうだねと思ってくれるんじゃないかなと私は勝手に思って、お話したことでございます。じゃあ、そんな感じでしたけど、まあ、もしもオプショナルツアーということで寿司とかタダで食べられるようなことになったらば、やってみようと思います。あとそうだ、大事なこと言わせです。めちゃくちゃなんですけど、例えば観光バスで東京から例えば富士山まで行って戻ってくる観光バスのツアーがあるとするじゃないですか。でそれで富士山まで行って、で富士山で降りて、そこから先ツアーを離脱するってこともできるんです。これも裏技ですね。でそうすると実質行って帰ってくる日帰り旅行を例えばこう半分だけ使うことによって帰って通常よりも交通費を圧縮することができるとかですね、相当めちゃくちゃなことがいろいろと考えられると思いますんで、まあなかなか面白いのかなと思います。じゃあどうもありがとうございました。